9月18日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図をご覧ください。高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込み、広く変わりやすい天気です。また北海道は低気圧の影響で広く雨が降る予想です。天気分布予想でお天気の移り変わりを見ていきましょう。北海道は広く雨の降りやすい天気です。特に午前を中心に強まる雨にお気をつけください。だんだんと雨は降りにくくなるものの、道北エリアでは断続的に雨雲が流れ込む予想です。夕方頃まで雨の降り方にお気をつけください。その他の地域は広く変わりやすい天気です。急な雨や雷雨の可能性がありますので、空模様の変化にお気をつけください。特に九州北部は午前を中心に強い雨による道路の冠水にお気をつけください。続いて気温の予想です。西日本や東日本は最高気温30度以上のところが多い予想で、厳しい残暑が続きます。北海道は昼間はムシッとした暑さを感じても、夜は涼しく感じられそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。